あなた様は極めて時間に正確でいらっしゃいますね。実はこのところリリカお嬢様のご様子が大変おかしく、これまでお嬢様がよくお立ち寄りになる場所といえば決まって書店でございました。それがどういうわけかラーメン屋にとって変わられたのでございます。いいじゃないかラーメン屋、かくいう僕もラーメン党でね。どうか誤解なさらないでください。ラーメンに対してはいかなる偏見もございません。ですが私の知るリリカお嬢様はラーメンがお嫌いでした。それは前時代的な少年漫画の主人公が食べるもの。ラーメンの時代は終わった。これからは新たなブームが到来する、このようにおっしゃるほどだったのです。筋金入りの漫画オタクだな。これだけではございません。運転手やボディーガードからの証言なのですが、なんと今日は塾をサボタージュされたとか、いずれもこれまでには全くなさらなかったことでございます。リリカお嬢様はいつも聞き分けがよく、サボタージュなどもってのほか、自由時間は常に漫画や小説を読んでおられるような方でした。私が思うにこれらはすべてあのモッキンバードなる組織と関連があるのではないかと。彼女ここへ来て反抗期に入ったんじゃ。リリカお嬢様なりの反逆があの言葉遣いに現れていると。ともかく潜在的リスクを摘み取るためにもお嬢様がよく立ち寄られる場所を調査したく存じます。もしよろしければご同行いただけないでしょうか。ルミナスクエアのことは私よりもずっとご存じでいらっしゃるかと思いますので。もちろん、プロ棋士としてルミナスクエアをガイドしよう。あらゆる店舗の位置をはっきり記憶しているからね。正しく理解できたかは少々心もとないのですが、とても趣深いジョークでございます。おそらくはそうでした。もう一件ご相談しなければならないことが。念のため今後調査の際はご主人様とお呼びしてもよろしいでしょうか。我々の身元を隠すためにもそのようにしておくのが好都合かと。どうぞ、あなたの好きなように呼んでくれ。ご協力に感謝いたします。ではまずラーメン屋から調査を開始いたしましょう。
まさかあのリリカお嬢様がラーメン屋でアルバイトを始められるとは。普通に考えてお嬢様が普段もらっているお小遣いの額であれば資金不足に陥るということはないはずでございます。何か非常に高価なものを購入されようとしているのなら話は別ですが。まさか以前盗もうとしていたあの絵買い取るつもりじゃないだろうな。さすがはあなた様、ご明察でございます。やはりすぐ思い至るのは九段の絵画でしょう。リリカお嬢様のご両親は最近家財をいくつか売り払う用意をしておられます。その中にはあの絵画も含まれており、何でも数日前に匿名の買い手がついたとか。あれは決して安価なものではございません。おおよそですが、このくらいは工面する必要があるかと。そんなにするのかい？あの子の年齢で用意できる額なのかこれは。ええ、物質的観点から見れば私の雇い主様は非常に裕福でいらっしゃいますので。物質的観点？まるで他の観点があるかのような言い方だね。リリカお嬢様のご両親はとても多忙な方々ですので、お嬢様と共に過ごされる機会は滅多にございません。ですが彼らはお嬢様を大変厳しく監督されているのです。平日は何をされるにしても常に運転手かボディーガードがおそばに付き従っております。無論表向きはお供ということですが、実質的な監視でございます。そして学校が終わっても通いきれないほどの塾や習い事が毎日のように。物質的な豊かさがあったとしてお嬢様は心から幸福でしょうか？このご家庭の執事を引き継いだ頃から私がずっと疑問に思っていることでございます。お嬢様があれほどに多くの時間を漫画に費やしていらっしゃるのもこのためではないかと思う時があるのです。少なくとも漫画の中にある空想の世界では何人もお嬢様を縛ることはできないのですから。ライカンさんの善人ぶりには本当に感服するよ。過分なお言葉でございます。私はあなた様が考えておられるような人間とはほど遠いかもしれません。家族とは人の身に刻まれた永遠に消えることのない呪いである。かつて私にそう言ったものがいます。時を経てどんな姿になりどこへ行こうとこの呪いは休みなく影のようにつきまとってくる。いつか谷底へ落ちきる時、あるいは頂へと登り詰める時、それは唐突に姿を現し人をかつての無力ゆえにクローゼットで震えて涙を流すことしかできなかった子供へと引き戻すと。私は物心ついた頃から血のつながりという感覚を知りません。あるいはだからこそかもしれませんが、家族とはそんなものであるはずがないと信じております。僕の知る限り家族というのは温かなものさ。お互いに助け合うことができる。お二方の血のつながりは極めて好ましいもののようです。それを知ることができただけでも私は嬉しく思います。とにかくお嬢様がアルバイトを始めた背景にはご家族との仲も関係しているということです。あと少しで貯金が絵画の額に届くとしても、それをご両親にねだることははばかられるのかもしれません。あるいはご自分の手で何かを手に入れるということにあえて望まれているのやも。私が今懸念しておりますのは、リリカお嬢様が絵画を買い取ってしまわれた場合、必然的にあのモッキンバードとやらに接触するということでございます。そうなればお嬢様が危険にさらされることも警戒せねば。
そこであなた様には私と共にとある場所まで来ていただきたいのです。お願いできますでしょうか。そこへ行けば確かめられるはずでございます。あの絵画が一体どこへと向かうのか。何やら疑問が渦巻いているようにお見受けします。私に尋ねたいことがあるのでしたら何なりと。ライカンさんはこういう取引にとても詳しいんだね。詳しいというほどでは、多少知見があるというだけにございます。あなた様の疑念は理解できますが、これ以上は確実に私の過去に話が及ぶことになります。
そしてそれは私の宿敵とも密接な関係にあるのでございます。なるほどね。それだけでも想像が広がるというか、なんだか全てを理解していっているような感覚になる。私が進んで思い出したくないわけをご理解していただけたでしょうか。何にせよこれは耳心地の良い類の話ではないのでございます。わかった、今のところは見逃そう。けれどこの言葉きちんと覚えておくよ。ご理解くださり感謝いたします。実のところこうした仲介人との取引は初めてではございません。昔とある理由で、とにかく強者にへつらい弱者に鞭打つひどく狡猾な連中ばかりでございます。対応には細心の注意を払わねば。今後もし同様の業者に遭遇することがあれば、必ずご用心を。安易に連中を信用してはなりません。リリカお嬢様がすでに絵画を手にしてしまわれたとなると、そう遠くないうちにあのモッキンバードと接触することになるでしょう。そうなる前にお嬢様を思いとどまらせねば。まもなくリリカお嬢様が塾でのお勉強を終えられる頃合いです。急ぎ向かいましょう。
リリカお嬢様、ご安心ください。悪意あってのことではございません。あの学生たちのお嬢様に対する評価は私にとっても到底同意できないものでございます。私はただお伝えしたいだけなのです。あのモッキンバードには不審な点がございます。このままではお嬢様に危険が及ぶ恐れが。私が危ない目に遭うかもしれないとして、あなたたちに何の関係があるの？あなたはあくまでパパとママに雇われただけの執事。どうしてこんなことにまで首を突っ込もうとするの？どうせあなただって塾のあいつらと同じでしょ。心の中では私のこと変人だなんだって思ってるんだわ。さぞかし迷惑してるんでしょうね。私みたいな中二病でめんどくさくて嫌われ者のご主人様の面倒を無理やり見させられて。そのように考えたことは一度としてございません。リリカお嬢様はビクトリア家政の大切な雇い主様でいらっしゃいます。我々が雇い主様への敬意を欠くことなど断じてございません。でもあなた、私の言うことをちっとも理解してくれなかったじゃない。誠に申し訳ありません。中二病なる者への私の理解がただただ至らなかったばかりに、今後より一層学びを深めていく所存にございます。中二病の学びなんて深めなくていいだろう。ふん、別にいいわよ。これは全て正義の伴走者となるために支払わなければいけない代償なんだから。あの絵はもう買い取ったから、もうすぐ彼らに会えるわ。モッキンバードの人は言ってた。私は新人の中でも一番見込みがあるって。私は絶対にモッキンバードに入って正義の伴走者になるの。あなたたちには止められないわ。承知いたしました。それがお嬢様の望みとあれば止めることはいたしません。その望みが成就するよう私も助力いたします。ライカン、モッキンバードとは明日のこの時間にバレーツインズで会う約束なの。言っておくけど、私一人で大丈夫だから。キャロットは手に入れたし、エーテリアスに会った時のために武器だって用意してるんだから。だから別に好きになさい。申し訳ございません。なんとも情けないところをお見せしてしまいました。リリカお嬢様のご機嫌を損ねてしまうとは。私は確かに執事失格でございますね。ライカンさん、本当かい？彼女は望みを叶えるのを助けてあげるというのは。はい、お嬢様の望みが成就するよう助力いたします。しかしそれはあくまでお嬢様の本当の望みのこと。私は考えました。お嬢様が求めるのはただモッキンバードなる怪しげな組織に入ることだけではないはずです。その表層的な目標を達した程度で、お嬢様がお心のより深い部分に抱えている本当の望みが成就することはないでしょう。魚が網にかかりましてございます。魚というのは？例のモッキンバードを名乗る組織が私に接触してまいりました。プロ騎士様、またしても一つお願いを聞いていただけますでしょうか。これはあなた様でなければできないことなのでございます。どうか私を信じてください。